なんです。フィンランドの日系企業の求人ですね。まあ、ここで働きたい人とか、結構フィンランドで働きたいっていう人、まあ、ワーホリとかですね、考えてる人結構いますよね。で、まあ、フィンランドなど、北欧でその日系企業の求人探すなら、あなたのまあ想像以上にですね、英語流暢に話す、その、スキルが必要だと。まあ、現地の人たちが結構流暢に話すんですよね。まあ、そもそもフィンランドだったらフィンランド語ですし、ノルウェーだったらノルウェー語があるんですけれども、やっぱり北欧の人と話すとかなり英語レベルが高いなと。まあオランダとかですね、結構オランダの人とかもすごく流暢に話しますし、まあ、ネイティブレベルって言ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、まあ、英語スキル自信ある、ある程度ある方がこういう、フィンランドとでの就職とか調べられていると思うんですけれども、それでもですね、やっぱりその、アジア人を相手にしたようなそのレベルではないということですよね。なので、まあ、その辺しっかりですね、対策というか、自信があるのであればエントリーもいいかなと思うんですけども、あとそもそもですね、フィンランドとか北欧に関してはですね、日系企業は少ないんですよね。なので、やっぱりなかなかお仕事大変なのかなと。まあ、移住して住んでみたい。まあ、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、こういったところって結構憧れもありますし、福祉の面でもかなり充実してますし、まあ、ただですね、生活費がものすごく高い、物価が高い、まあ、そういったところもありますので、その辺はですね、まあ、僕はいつも、移住のコンサルの時に言うのは、やっぱり短期滞在をしてみるってことですよね。合うかどうか、まあ、食べ物、人柄、人の、雰囲気、街の感じとかですね、そういったものを体で感じるために、やっぱり2週間。で、できれば民泊のような形で、まあ、お知り合いがいればそのお家っていうのもあると思うんですけども、その現地の、住人目線で、ホテルとかではなくてですね、住むっていうのをお勧めしてます。やはり後悔のないようにですね、で、北欧とかになると、やっぱりまあ、ヘルシンキとか直行便とかって行きやすいですけども、やっぱり距離もありますし、一時帰国なかなか大変だと。まあ、僕なんか住んでるフィリピンなんか4時間でまあ直行便でね、一時帰国もその日に決めて帰ることもできるぐらいなのでいいんですけども、やっぱり、欧米になりますとやっぱり遠くなりますよね。なのでそういった意味でも、まあ、日本との精神的、物理的距離感というのはできますので、まあ、後悔のないようにということで下見は大事かなと。まあ、あとは英語の対策ですよね。あとはですね、やっぱりその、まあ、そういったその就職が厳しい、あとは時間的にもっと自由に海外で暮らしたいという場合はやっぱりオンラインビジネスですよね。で、そのために動画の下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録できるようにしておりますので、こちらの方で個別コンサル、オンラインビジネスを構築するための、オンライン、個別コンサルというのをやっております。あとはフィリピンの場合だったら、まあ、東南アジアですね。東南アジアの、移住、フィリピン移住のコンサルというのもやってます。まあ、興味があればこういったところに、エントリーいただければなと思います。ご相談もお気軽にお待ちしてます。いつもありがとうございます。